はい、こんにちは。SNS 集客専門家の田尻彩子です。私はですね、今地方在住で、地方にいながら自宅でですね、月商で700万から1000万を売り上げてる専門家です。で、今スクールをやってるんですけど、 SNS 集客アカデミーっていうスクールではコーチ、コンサルタント、店舗の方にですね、そういったですね、売り上げる方法をお伝えをしています。で、この動画ではですね、知らないと損する、ウェブのマーケティングの基礎知識ということで話していきたいと思います。3つのポイント話します。まず1つ目がですね、ウェブのマーケティングって世の中にめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、全てを知ろうと思わないでください。全てを知ろうと思わない。じゃあ何を知ったらいいのかっていうと、成果を出すために必要なものだけ知ってれば OK です。成果が出るために必要なものだけ知ってれば OK で、それができるようになってからいろんな、種類のマーケティングを知ってもいいかなとは思いますけど、まずはこれですよと。で、どういうことかっていうと、ウェブのマーケティングって世の中にいっぱいあるんですよね。例えば、LINE 集客とか YouTube 集客、Twitter 集客、インスタ集客、Facebook 集客、ブログ集客、あとは営業のスクールとかあったりですね。で、いろんな分野のスクールがあって、なおかつ、先生によって言うことが違うわけです。例えばインスタのスクールでも、私たちのスクールではですね、インスタ映えいりませんって言ってるんですけど、他のスクールではインスタ映えしてくださいとかですね、言ってるわけなんですね。なので、そういうふうにバラバラのことを言ってると。いわば成果を出すために必要な情報ってパズルみたいなもんだと思ってください。で、他の専門家の言うことはですね、このパズルの形が違うわけです。だからいろんなとこであちこちあちこち学んだりとか、無料で学んできたとかですね、バラバラの先生の言うことを組み合わせてちゃんと整合性があるかって言ったらやっぱないんですよね。なので、全てを知ろうと思わないと。はい、もう全部知りたいってなるとですね、もうただのこれはいわゆるノウハウコレクターになってしまうわけです。なので必要な情報だけ知っておけばいいよということですね。そして2つ目なんですけれども、2ステップマーケティングというものがあります。この流れに沿ってやっていくと。説明するとですね、2ステップどういうものかっていうと、集客、教育、販売、ウェブのマーケティングはほぼこれになります。時代が変わってもこれになります。はい、不動のものというかですね、昔から言われているものですけど、基礎で重要なものです。で、必ず、見込みのお客さんを集客集めてからいきなり売っちゃダメなんですね。間に教育です。自分の商品を知ってもらうとか、自分のことを知ってもらう教育を入れた上で、興味あるよっていう人に対してだけ売っていくんですね。なのですごいセールストークとかですね、売り込みとか必要ありません。はい、で、この2ステップマーケティングっていうものをやっていく。そして3つ目なんですけれども、これもめちゃくちゃ重要なんですけど、今ですね、どの SNS が来てるか、時代はどの SNS かっていうのをちゃんと理解してやってほしいなと思います。例えばさっきの2ステップマーケティングですね、集客をどの SNS を使うかっていうのがすごく重要です。これをチョイス間違えると全然集客できません。例えば、今の時代何がいいかっていうと、やっぱインスタとかツイッターなんですね。インスタとかツイッターで、今現在もうですね、ちょっと集客しにくいよっていうものはブログとかフェイスブックです。でも未だにやってる人めちゃくちゃ多いんですよ。情報更新をしてないと。今の必ず再現性のあるものをやっていくっていうのが大事だから、今の時代は何がいいかで、私のところで言ってるのはもうマーケターなので数字で判断してるんですけど、インスタですね。メインがインスタと、LINE アット、公式 LINE ですね、でやりましょうと。で、他の動画とかですね、いろんなこの集客、教育、販売、具体的にどうしたらいいのかっていうのを解説してますので、ぜひチャンネル登録していろいろご覧になってください。見ていただいてありがとうございました。